はい、野口です。今日はね、なんと原宿の多目的トイレで、AV のね、音声を流してね、もうそのね、あの書類送検されたその YouTuber の件でね、なんかちょっと巷でこうね、私を含めたあのね、土底辺 YouTuber がね、ね、動画にして上げてるので、ね、やっぱり僕もね、ちょっとね、思ったことをね、ちょっと感想を述べてみたいと思ったんですけど、いやいやいや、それはね、あの動画に上げなかったようなんですけどね、YouTube にね、まあもう分かりますよね。まあ要するにもこの再生数が欲しかったと。だけど再生数がね、欲しくてもさ、本当ね、どっちみちそういったもう猥褻的なあれは、もう運営からね、動画も削除されて、ついでにもう一発でこう赤バンされますので、だから逆にね、その動画をね、上げなくてよかったなと。うん、だけどそのね、YouTuber が気になりますね。誰なのかね、まあちょっと分かりませんけど、もうね、やっぱり、いや俺もね、もうと気持ちは分かる、その再生数上げたいっていうね。でも規約っていうのがあるから、ルールね、さっきも言ったけど、どっちみち上げてもね、すぐ削除されるので、うん、はい、もうはい、お疲れ。